今回はサロン休業のお知らせになります。昨日ちょっと発表があったんですけれども、東京都の方から自主休業の要請がありまして、あと組合の方、美容組合の方でもですね、こちら休業の自主休業に関わる部分の、まあ、ちょっとお知らせも回ってきたりもしました。ですので明日4月30日から5月の6日までの間なんですけど、うちのこの美容室ナップもですね、ちょっと自主休業をさせていただくことに急遽なりました。まあ寸前のこの休業要請の発表があったので、まあ予約とかはそんな少なかったんですけれども、急遽明日から5月の6日までお休みさせていただくことになりました。この、新型コロナウイルス感染症の感染リスクを、命を守るステイホーム習慣ということで、今ちょうどですねその期間に入っているんですけれども、美容室は、明日から5月の6日までちょっとお休みさせていただいて、その感染拡大の防止策として、このステイホーム習慣に協力させていただくことになりました。徹底的に提言するため、自主的に休業する理美容業者に対して、まあ、給付金も出るということで、まあ、ありがたいんですけれども、まあ、少しでもねその感染拡大を防いで、またその今回のコロナウイルスが早く収束できるように願いまして、まあ明日からちょっとお休みしたいなと思っております。まあ休みと言ってもですね、その間にいろいろやることもありますので、例えばまあお店をやっぱり少しね綺麗にしたり掃除したりしてですね、あとは事務的な作業もありますし、まあ家の方ではまあ子供も学校の方お休みになっているので、まあ食事作ったり家の片付けをしたりとか、まあいろいろこうだらだらね過ごすっていうことはないと思うんですけど、まあ時間がやっぱり忙しくあれやこれややることになるのかなと思っております。ですのでまた元気な姿で皆さんとまたこのサロンでですねお客様を迎え入れられるように、この休業期間中はおとなしく、まあ、外出自粛をして過ごしたいなと思っております。ということで今回は休業のお知らせをさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。